このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。グラカニこと、FG カーニバルについて、ちょっとだけコメントしておきます。そういや後編出たのよね。まず良かったところから語ると、オッキーやエレちゃんは、可愛かったかなってのと、利用ってない方のグダコに、声優がついたことだよね。グダコの生態キャラが、マリスビリー生態キャラに、日記を見られて殺そうとする煙草をよろしく。あれだよね。グダコ。マイルとかユナとかアズサ、相沢っぽくていいよね。なろう主じゃねえか。脇あずみ率が高いので、鳥ちゃんと一緒にチェーテピラミッド姫路城を攻略するんだよーん。まあ、別に好きな人のことを、否定するわけではないんだけど、やっぱちょっと言いたいことは、あるっちゃあるんで言っておく。なんていうかさ。タイプムーン第2期のお祭り、じゃなくて、FGO だけのお祭り、なんだよね。タイプムーン第2期って、考え方自体が、最近のインタビューだけどね。なんていうかな。エルメロイ2世が弱気入ってウェーバーってるなら、グレイがなんか介護しててほしいし。エリチが、鬼滅キッズになって、水の呼吸にかぶれて、せいせいルテンとかやってほしいし、ジークくんかコタロウくんに、火の神かぶらやらせてほしいし。おう、やめろや。猫歩く対タイガー道場は見たかったけどな。まあ、これ文句言うのも、前作のカーニバルファンタズムで、ステイナイトと月姫メルブラをベースにしつつ、ゼロやエクストラネタも拾ってたし、グラカニは結果的に、FGO だけになってお祭り度は、やっぱ落ちてるというのが、正直な感想。言っちゃ悪いけど、こういうノリって、FGO ゲームでも、イベントでやってるしね。ただ FGO のお祭りっていうことは、とりあえずやっておかなきゃなって感じなので、そこら辺店じまいの一環なのかなっていう気もするので何とも言えない。グダコに声優当てがってるあたり、藤丸律香を独立したキャラとして設定した上で次の展開に向けて、準備してる可能性もあると思うし、レジライとか、エレちゃんとか、好きな人ならまあ、楽しめるんじゃない。いろいろ文句は言っても、やっぱり酔ってないグダコにちゃんとした声優ついたの、十分貢献できると思ってるしね。絶対必須ではないけど、まあ、出演サーヴァントが好きなら、ってくらいかしらね。ある意味、FGO らしさ、を今後も残す映像作品になるのかもね。個人的な結論としては、ちびちきさんアニメ化を真面目に絶望してるといったところですかね。短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。